今ビールはますますドライ、これが熱い味、この味辛口、アサヒスーパードライ、辛口、キレ、鮮度、スーパードライが選ばれている理由です。辛口のうまさは鮮度で引き立つ、あなたの喉で実感してください。アサヒスーパードライ。食べ物のほとんどを輸入しながら、台所のゴミの約 40% が食べ残しだにゃんて、まったくこの国はどうなっとるんや。ここまでは、アサヒビール、資生堂、大豊薬品、メルセデスベンツ日本がお送りしました。引き続きニュースステーションをお送りします。働いて、きれいになる。それ受け私、サントリーウーロン茶。レグナムのように速いか、プレステージスポーツワゴンレグナム STR リミテッド登場。クマさんとな、クマさんって、クマさんって熱狂的なジャイアンツファンなんですけどね。熱狂ほどじゃないけどね。まあ巨人が勝てば嬉しいなっていう。僕はね、ジャイアンツファンって人はね、人間的にね、好きなんですよ。クマさんどうしたんですか。今初めて聞きました。金曜日はそういうことになってる。金曜日はどういうことですか。どういうことですか。確かに金曜日は別人なんです。別人ですか。金曜のクメと呼ばれてます。意味が分かりませんが、よくいいですね。頑張れジャイアンツ。わあ、幸せですね。ちょっと許せませんね。それでは、そのジャイアンツなんですが、今日から首位スワローズと大事な3連戦が始まりました。神宮球場です。指揮官長嶋かメイクドラマ再現へ向け、勝利のためには義理も人情もかなぐり捨てたジャイアンツ長嶋監督。2回先発西玉がホージーにタイムリーを打たれ2点目を失うと、わずか34球でスパリ交代を命じます。勝利最優先の非常采配、序盤から流れたそんな緊張感がゲームの風向きを変えました。4回清原のピッチャーゴロでダブルプレーチェンジのはずが、グロスまさかまさかの悪送球、これをきっかけに満塁のチャンスをつかむと、7番後藤は押し出しのフォアボール。ラッキーな形で1点差に詰め寄りますが、長嶋監督まだまだ満足はしません。グロスの投球の際の怪しい動きについて珍しく審判に詰め寄り、勝利への執念を見せます。そしてさらに早々と切り札吉村を代打に送る攻め一辺倒長嶋采配。勝負どころのこの局面、吉村は期待通りにライトへの犠牲フライ。動いて動いて流れを手繰り寄せた長嶋ジャイアンツ、2対2の同点に追いつきます。そして5回、指揮官を歓喜させたのは勝利最優先采配の象徴、新4番広沢の一振りでした。第8号ツーランホームランで4対3、とうとうゲームをひっくり返してしまった長嶋ジャイアンツ、理想の形で首位叩き大成功のはずだったんです。しかし野村スワローズの底力はそれよりも上手でした。8回裏、飯田、辻、古田3連打で4対4、同点。さらに満塁の場面、5番土橋はカウントノースリー、相手が絶対ストライクを置きに来るところを叩きました。ライトへ決勝の犠牲フライ、5対4。総力を尽くしたものの長嶋ジャイアンツ悔しすぎる敗戦です。両チーム合わせて12人の投手がマウンドに登ったこのゲーム、なんといってもマックス153キロのストレートを投げた伊藤智仁が今日登板したピッチャーの中で最も輝いていました。映像なかったですけど伊藤智仁、そうです、伊藤智仁やられてしまいました。なんで金曜日ジャイアンツ負けるかな、金曜日だけでも勝ってくれると番組上いいんだけど、番組上そうです。もうこれまで1回しか勝ったことないんですよね。実はなぜか金曜日負けちゃうんだよ。なんかありますね、これね。木田がさ、精神的に弱いよね、あれ。あ、さっき最後にダメにしたやつでしょ。ダメにしたやつでしょ。一生懸命投げてるんだ。一生懸命投げてるんだ。なんか、
先に行きましょう。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 先に行
たという打球はライトスタンドに飛び込む6号ツーラン。打つべき人が打ってタイガース2点を先制します。これで波に乗ったタイガースは守備でも見せてくれます。5回ツーアウト2塁のピンチにセンター新庄のこのプレー、カープに得点を許しません。そして6回には当たっている6番星野がカープ3番手沢崎のストレートを叩いて1号ソロ。さらにこの回もう1点を追加してタイガースリードを広げます。一方タイガース先発のヤブは6回カープ江藤に12号ツーランを浴びますが、リズムのいいピッチングでカープ打線を7回まで2点に抑えマウンドを譲ります。この後タイガースは3人のピッチャーをつぎ込み、カープの反撃をしのいでゲームセット。ヤブは嬉しい2勝目、タイガースも連敗脱出です。タイガースは先発のヤブを7回で諦め、伊藤、田村、葛西と97年型黄金リレーでカープの反撃をかわしました。ヤブは4月13日対ジャイアンツ戦以来の2勝目を挙げています。どんなチームでも勝つときは勝つ、負けるときは負ける、それがプロ野球なんです。そうです、引き分けもありますね。それでは順表に行きます。まずはセリーグからです。カープが敗れたため試合のなかったドラゴンズが2位です。スワローズに敗れたジャイアンツはゲーム差7となっています。単独ビリだ。単独ファンゲームは指差してファンなんですよね。ファンですよね。ファンだ。なんかデリカシーですか。うん、だから国が言うんですから、監督の。だからこれから6月だから7ゲーム差はないも同じです。あ、そう、はい、うん、親子似てるね。似てます。もちろんです。親子会談で8月からとジャイアンツは言いました決めました。8月にさ、これまで6月って言ってたよ。いえ、8月になったんです。あ、はい、8月で先延ばし、先延ばしです。8月だそうです。8月です。この親子で決めたことあったけど、もう決定的ですから。はい、それではごめんなさい、パリーグです。パリーグの順位表です。パリーグ順位の変動はありませんが、今日の試合で2位ホークスが延長12回裏、浜野選手のサヨナラタイムリーで勝ち、首位 ライオンズとのゲーム差を 2.5 としています。はい、背もパンもちょっとずつゲーム差が開いてきたんでしょうか。はい、続いてはメジャーリーグなんですが、久米さん、野茂投手が以前肖像権の問題でパドレスの、選手の奥さんを訴えているんですね今。はい、そのパドレス戦に登板しまして登板しました。柏田投手の登板と合わせてご覧ください。勝手にノモジグソーパズルを売るなんて僕は絶対に許さない。ノモが販売元であるこのグウィン選手の奥さんに対し、およそ1億8000万円の損害賠償を求めたのは今から10日前。そして迎えた今日の対決、グウィンは第1打席でいきなりの先制パンチ。これでパドレスに1点が入ります。さらにセカンドに進んだグウィンはすかさず三盗を狙う気合の入れよう。これはアウトになりましたが、まさに火花散る野茂、グウィンの両者。しかし野茂が敵にしてしまったのは打率3割8分という安打製造機。そのグウィンは第2打席でもいとも簡単にヒットを放ち、徐々に野茂を追い詰めていきます。これでリズムを崩してしまった野茂は1対1で迎えた5回、なんとピッチャーのハミルトンにまさかの一発を食らってしまいます。これで2対1。まだまだ踏ん張りたいところでしたが、とどめはやっぱりこの人でした。7回グウィンに今日3本目のヒットを打たれると、その後2点を失いジ・エンド。野茂3敗目です。初回の1点もそうですし、ホームランもそうですし、高め